こんにちは。ゆかりの母チャンネルへようこそ。本日もご視聴いただき、ありがとうございます。今回あなたにお届けする話題は、愚かな人々だけが買う最悪の高級車についてです。これは痛烈な自動車批判で話題のアメリカの人気 YouTube チャンネル、モダンマッスルで紹介されたもので、ちょっと偏った意見も多いのですが、とても面白い動画でしたので、詳しくご紹介していきます。もしこの動画を気に入っていただけたら、最後に高評価をしていただけると嬉しいです。それでは、行ってみましょう。アウディ S4。アウディ S4 は、新開発の 3000cc TFSI エンジンを採用。最高出力 354PS、最大トルク 500Nm を発生。発足ティプトロニックと独自のフルタイム 4WD システム、クワトロとの組み合わせで、時速0から 100km、加速 4.7 秒を実現。スペックだけを見れば、誰もが一級のスポーツカーを思い浮かべるでしょう。しかし、米国調査会社による、アウディ S4 の信頼性は、100点満点中 42.8 点で、平均の57点に比べ、非常に低いものです。アウディ S4 の1000ドル以上の修理頻度は、3年間で 2.67 回で、平均の 1.3 回に比べ、大幅に悪い数字です。また、修理の中でも、事故に直結するような重大な故障の頻度も 17% と、平均の 12% に比べ、多いようです。アウディ S4 は、2020年に、スタートストップシステムの欠陥、2019年に、トランスミッション操作時の突然の車両の震え、2017年に、タイミングチェーンが、突然トラブルを起こし、エンジンが故障の問題で、集団訴訟を起こされました。2021年4月、アウディ S4 は、米国運輸省道路交通安全局により、4万6000台以上を対象にリコールが公開されました。後部車軸の後部アームのロックナットは、応力腐食のために破損する可能性があり、最悪の場合は後部車軸がずれ、車の制御が失われてしまい、クラッシュのリスクが高まる可能性があるとのことです。チャンネル登録いただければ、とっても励みになります。よろしくお願いします。